ホワイト軍はアメリカ合衆国イリノイ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,665人であり、2000年の15,731人から4.6%減少した。軍庁所在地はカーミーであり、同軍で人口最大の都市でもある。ホワイト軍は1815年にガラティン軍から分離して設立され、 文明はガラティン軍の議員だった、レナード・ホワイト大尉にちなんで名付けられた。ホワイトは、イリノイ州とウィスコンシン州の宗教を、数マイル北のミシガンコ南端ンンまで伸ばす考えを、提唱したものとされ、またイクオリティで塩の製造に携わった。1811年のティッペカヌーの戦いで戦死した。軍長所在地のカーミは1814年に、 設立され1816年に法人化された。初代軍庁舎はジョン・クロウのマルタ小屋だった。ホワイト軍に最初の白人開拓者が来たのは1807年と1809年の間だった。最初の開拓地はリトル・バシシュ川と軍内に多くあるプレーリーの一つであるビッグプレーリーの近くだった。当初の開拓者家族は両カロライナ州、ケンタッキー州あるいは ネシー州で滞在した後に、イリノイ州に入ってきた者が多く、また、スコットランド系アイルランド人の子孫だった。多くの者のは、オハイオ川を移動する、平底船の港だった、ショーニータウンの土地事務所を通過してきていた。別の初期開拓地として、ボナパスクリークとオーバッシュ川の合流点にあった、グレービルがあり、1810年頃に、グレーの家族が入植した。 ボバッシュ川とフォックス川の氾濫源の上、崖上にフィリップスタウン。1818 18年頃にダニエル・ブーンの兄弟の拠点になったニューヘイブンもあった。後のサクラメント村近くにあった長老派教会のオールドシャロン教会は1816年頃に組織化され、1830年代には教会の数マイル北にセブンマイルプレイリームが設立された。 エイブラハムリンカーンのガールフレンドだったアンラ・トリッチの両親はこの集団に属していた。1839年頃、パトリック・ドーランに率いられたアイルランド系移民の集団がミッチェルとダンの集団と共にエンフィールド軍区の生誕に入り始めた。ドーランは1853年にエンフィールド村の土地が区割りされた時に競売人となり、セブンマイルは鉄道が敷かれることを予測して、 西に動かされたが、鉄道が敷かれたのは1872年になってからだった。1840年代以降ドイツの特にバーデン地方からの移民が軍中央部に入ってきた。19世紀後半、ノリスシティ、スプリンガートン、ミル・ショールズ、エプワース、ヘラルド、バーントプレーリー、クロスビル、フィリップスタウン、コンコード、モーニー、ライジングさんといった町が設立された。 モーニー,イート・ライジングさんは、ォバッシュ川沿いにあり、アフリカ系アメリカ人の家族を引きつけた。現在は存在していない多くの村も作られた。1925年、ホワイト軍は、アメリカ合衆国の歴史の中でも最大級のトリステート竜巻に襲われた。ハミルトン軍とホワイト軍で127人の死者を出したが、かなりの死者は、ホワイト軍のものだった。 大きな被害を受けた町はカーミだった。1939年夏まで、軍の主要産業は農業だったが、この年、オバシカワ地にあるストームズとスティンソンで、石油が発見された。その後の2年間で、カーミの人口は2700人から5400人と、倍増し、クロスビルやグレービルでも人口が増えた。1940年、これら2つの町の間を歩けば、 単純に油性から油性の間を歩くだけだと言われた。この時の労働者の多くは以前にあったテキサス州やオクラホマ州での石油ブームから移ってきていた。ホワイト軍の現人口は1万5000人ほどであり、軍庁所在地の川ミに5000人強がいる。数多い引退後の人々が住み、多くの市民は東に45マイル離れた、インディアナ州、エバンズビルや25マイル離れた。 マウントバーノンの工場で働いている。石油と農業以外の産業として、自動車部品製造、コンビニ店物流センター、及び炭鉱がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は501.86平方マイルで、あり、このうち陸地494.77平方マイル。 水域は7.10平方マイルで、水域率は1.41%である。近年、郡庁所在地である、川見市の平均気温は1月の下市22度から7月の下市89度まで変化している。過去最低気温は1994年1月に記録された下市20度であり、過去最高気温は2007年8月に記録された下市103度である。 月間降水量は10月の2.61インチから5月の5.00インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホワイト軍は下記10の軍区に分割されている。ありがとうございます。